タミナっていう話を以前してもらったんですけど、脳とメンタルって、要はメンタル力ですか、は同じですか？あ、なんだろう、どういうことでしょうか。要はなんか思考と、まあハートが違うみたいな、まあまあなんですかね、なんかハートとか言った時によく心臓を刺したりする方いらっしゃるじゃないですか。その時でも実際なんか、あ、心っていう意味ですね。だから心をなんか心臓を刺している方いますけど、実際は考えてるのは脳ですよねみたいな。あ、まあそれでその脳の、まあ、脳のスタミナと、あと要はメンタルみたいな、要はメンタル力とかも言うじゃないですか。要はその格闘技におけるそのメンタル力っていうのはどういうことかなっていうのをちょっと聞かせてもらおうかなと思ったんですけど。もう結論を言うと、はい、自信です。自信なんですよ。そう、なんでしょう、ちょっとこう実践的なお話とかすると、はい、試合中に1ラウンドが3分じゃないですか、はい、その3分がすごい早く終わった時ってあるんですよ。でもね、同じ3分なんですよ。気持ちが違うんですよね。でもすごい長い3分の時があるんですよ、はいはいはい、それってうまくいってない時なんですよ。うまくいってる時ってすぐ終わっちゃうんですよ。これは普段の生活だけど、遊んでる時、自分が楽しい時って時間が経つのが早いし、自分がこうなんかこう退屈だったりとか嫌なことしてる時、時間が経つのが遅いじゃないですか、はいはいはい、そこが要はメンタルにつながってて思考なんですよね。楽しんでるかとか、もうすごい今うまくいってるっていう時って、もう疲れないし、なんでしょう、頭もクリアなんですよ。っていうところは直結すると思うんですけどね。ちなみに要は自信を持って戦ってる時に時間が早い、って要は脳のスタミナであったりメンタル力が削られないっていうのは分かったんですけど、まあ、三冠王レベルでもどうですか。やっぱ例えば後楽園とかで戦ってる時に、時間が気になって、壁にかかってるようなタイマーをチラチラ見ながら戦ったような経験はあったりしますか。さすがにないですか。いや、めちゃめちゃありますよ。そうなんですか。はい、で本当にやっぱり劣勢というか、劣勢です、まあ劣勢ですよ、の時に気になるわけですよね。劣勢な時ほど時間が気になるわけですよ、まずそこから始まってるんですよね、時計が気になる、多分劣勢なんですよ、もう、もうだって自分がうまくいってるんだったら目の前の相手をどう料理してやろうかって、もう目の前の相手にばかり行くんで、時計の方をジャッと切れるっていうのは結構劣勢な部分があって、私なんかもう本当もうなしのいでるしのいでるで、あとどのくらい残ってると思ってパッて見たら5秒ぐらいしか経ってなかったとかありますからね。まだ5秒しか経ってない、さっき見た時から5秒しか減ってないっていうこととかあるので、それはでも劣勢構成っていうより単純にスタミナ切れっていうこととはまた別なんですか。まあスタミナ切れを起こしてるから劣勢とも考えられますかね。まあ今回はスタミナじゃないんであれなんですけど、ちなみにまた青木真也さんの言葉でですね、メンタルはみんな弱くてスポーツ選手はごまかし方をいっぱい知ってるだけだみたいなことを言ってらっしゃるんですよ。今回の言葉はあんまり共感されないような感じですか。いや、一瞬ちょっと砕くまで時間かかったんですけど、ごまかし方って言ってるってことは、はい、一発殴られて、例えば、殴られてダメージがある、うわちょっと今効いちゃったぞって思う、で普通の人だったらそこで折れる、けれどもそこのごまかし方を知ってる、っていう意味なのかなっていうようなことを考えたんですけれども、まあ、練習とかも含めてかなとは思いましたけどね。なんかその辛い時に、まあなんかその辛さをまあ本番も含めてごまかし方とかを、まあその一流の人たちは多く知ってるんだろうなみたいな風に私は捉えたんですけど、そういうのの具体的ななんかあれば三冠王に聞いてみたいなと思ったんです。
なんかどうでしょうね、いや経験があるので、うん、何事も経験なんですよ本当に、うん、聞かされて脳震盪を起こしちゃったとかっていうのは、でも脳震盪を起こした経験っていうのは、うん、やっぱり後々その耐久力につながるんですよ。耐久力って言ったら体のことになっちゃうんですけど、メンタル的なことですね、うん、バーンって脳みそが揺れて一瞬目の前がふっと暗くなったりとかすることがあるんですけども、うん、その時にそれを知ってるか知らないかなんですよ、うんうん、知らないと何が起こってるのかわからないので、うん、そのままダウンするんですよ、うんうん、でも知ってると意識がパッと戻せた時とかに今脳震盪を起こしたっていうのを自分が認識するので、うん、慌てなくて済むんですよ、うん、そういう部分も要はスタミナだったりとかごまかし方だったりとかするのかなと思いますけどもね、うんうんうん、あ、それはだからそれは単純な経験則で、あ、これ過去にあったっていうような話ですよね今の、うん、まあそのじゃあまあ心構え的な思考みたいなのはもうそれはどうですかね。まあもちろん個別性としか言えないとは思うんですけど、参加的にはそういうのどうでした、あのなんかもう投げ出してやとかそういう時思った時にどういう風に対処するんだろうなっていうのをちょっと最後に聞かせてもらっていいですかね。あ、まあ、私も試合を投げ出したことが一度あるので。そうなんですか、うん、あるんですね。その試合中に拳を痛めてしまって。ちなみに誰戦の時ですか。ボクシングのプロ2戦目の時なので、はい、もう4回戦のまだまだこれからですねの時でしたね。はい、カイト選手という方だったんですけれども、はい、拳を痛めて、しかも右手で左では自分では何もできないと、もうその時はまあ技術的に足りなかったと思ってて、で右手痛めてしまった、もう勝てないと思ってしまって、でまあ投げたっていうか試合終了というわけじゃないんですけども、ちょっと防戦一方になったところ、TKO レフリーがストップしたっていう経緯があって、でそこの後にもう痛かったから仕方ないって数時間はそうなんですけど、うん、1日ぐらい経った時にもうひたすら悔しさしかなくて、うん、なんで投げ出したんだって、もうどうなってもいいからやればよかったじゃないかっていう、もう後悔後悔後悔なんですよ、うんうん、なのでその後悔があったので、うん、それ以降は試合を投げ出すことはまずなくて、もう一度やっぱり全日本新人王の決勝戦で拳やったんですよね、うん、その時は、うん、うわでも やったと思ったんですけど、またやったって気持ちなんですよね、うん、その時思い出したのはその投げ出した後の悔しい日々だったんですよ、うん、なのでそれがあったから痩せ我慢して、うん、試合を続行して、まあ、なんとか勝つことができたっていう、うん、はい、前ちょっともう一個だけちょっと言わせてください。最後でも三冠王キック引退するときに一番最後の試合でもやってる最中に面白くなくなったみたいな発言されてるじゃないですか。それとは違う話ですか。違いますね。全く違います。なんか、はい、うん、もうその最後の試合の時はもう本当に面白くない、燃え尽きてるって言ったらかっこよすぎちゃうんであれなんですけども、燃えなくなったというか、なんか意地を張ることが必要ないと感じてしまったとか、なんかね、もう格闘技に対するその気持ちが完全に冷めていたっていう感じだったので、まあ全然違うもんですね。わかりました。ということで、三冠王的には格闘技におけるそのメンタル力っていうのは、自信と経験だっていうことですね。うん、そうですね。まあ、あとはそうやってフィジカル的なこともありますよ。うん、さっき言ったように、ね、心肺機能を鍛えるとか、うんうん、そういうこともありますけど、一番はそっちに来るんじゃないかなと思います。